攻めの気持ちが羽生の自信を少しずつ崩し、形勢が渡辺に傾く。142手、渡辺の角が羽生のと金を取った。長い沈黙が続く。50秒、残り8分です。出ました。午後6時54分羽生が投了した。渡辺は最後まで攻めの姿勢を貫いた。羽生は2年前の対決と合わせ、これで竜王戦6連敗となった。立ち会い人の島はこの竜王戦が重大な意味を持つことを感じ取っていた。もう本当に渡辺さん、羽生さんのみならず、その各世代に影響があるでしょうね。4-0 での負け、羽生さんが 4-0 で負けてしまうようなことがあると、それこそ世代交代という言葉を使われると思います。だから羽生さんにとっては、勝ち負けはね、やっぱり本当に最後ギリギリになると思いますけど、ただその勝ち方負け方ってやっぱりタイトル戦ではあるので、やっぱり2年前がね、本当にどっち勝ってもおかしくないシリーズでしたけども、今回その例えば一方的に勝負がついてしまうということは、渡辺竜王はね、完全にリードしたということになりますから、長年やっぱりトップを務めてきた羽生さんにとってはこれまでにない試練になりますよね。本当にもう衝撃だと思います。島は羽生とタイトル戦で戦ったことがある。1989年の竜王戦。初代竜王の島は挑戦者の強さに舌を巻いた。羽生はこの時19歳だった。大接戦の末、初めてのタイトルを獲得する。よく読んでるもんだね。野球のイチローさんみたいに、割とそれこそ汗の匂いがしない天才というような、そういった印象がありますけども、実際はですね、本当に勝負に対してソフトなやはり受け答えとは全く違って、やっぱり勝負に対する気持ちっていうんですかね、負けてはいけないという気持ちを本当に長く強く持ち続けている棋士ですね。優勝、羽生善治殿、どうもおめでとう。小学校6年の時、小学生名人戦で優勝。15歳で史上3人目の中学生プロとなった。羽生の名を一躍有名にさせたのは1988年の NHK 杯だった。 NHK 杯戦の優勝回数も断然1位で8回ですか。20秒1、2、3、すごいですね。95点にて羽生五段の勝ちです。いや、大したもんですね。勝率8割1分8厘からまた上がりましたね。すごいですね。この大山戦を皮切りに、加藤一二三、谷川浩司、そして決勝では中原誠、名人経験者4人を全て破って優勝。一躍スターダムを登っていく。1989年に最初のタイトルを獲得。
この年から羽生は次々とタイトルを奪っていく。1994年には23歳で初の名人位を獲得する。そして1996年ライバルの谷川浩司との王将戦。このタイトルの獲得により7つのタイトル全てを独占するという前人未到の快挙を達成する。棋士としての大きな目標が達成することはできましたから、まあ非常に嬉しいということはありますね。羽生が七冠を達成した原点は若い頃に参加した研究会にあった。今日はちょっと早いのかな。今日夜やっぱ常に夜室なんだね。そうか、なるほどね。研究会を立ち上げたのは島明だった。だ、ね、通称島研と呼ばれた。参りました。25年前羽生はこの研究会で仲間と共に腕を磨いた。メンバーは羽生のほか、その後名人となる森内俊之や佐藤康光。羽生は仲間たちと将棋の新たな手を研究することに没頭した。対局の後には恩師の島とゲームに興じた。その光景は将棋界の新しい時代を予感させた。将棋界に限らずどんな世界でも上の世代っていうのは若者世代を常に恐れているんですね。それでその若者世代が何で上の世代にやられていくことが多いかっていうと、例えば人生経験が足りないであるとか、それからいわゆる味がない、本当に割と漠然とした理由でその人の精神的に結構消耗させていくっていうことが常に大御所の方にはあるんですね。つまり人生経験の厚みとかじゃなくて、もう純粋ゲームに徹底しようという雰囲気を結構自分たちの世代からですね割と始まって、それで結構私たちの世代がそこそこ戦った時期があったんですね。タイトルを取ったり、それでそれをつまり後発、それから一世代下の彼らが、もうやっぱ上の世代ができるのは自分たちもできるだろうっていう自信もできたらだろうし、あとやっぱり余計な気を、つまり盤上以外で余計な気を使うことは勝負に不利なんだっていうことを、それを覚えたのが大きかったと思うんですね。羽生はこの年40歳を迎えた。目の前にいる渡辺明とは14歳の年の差がある。気がつけば七冠タイトル保持者の中で羽生が最年長になっていた。壇上の羽生は40歳になった今の気持ちを語った。一生懸命全力を尽くしてですね、10年後にも記憶が残るような勝利をさせるように全力を尽くしたいというふうに思っています。皆さん方には大変お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
羽生さんご自身やはりね、まあ、40代になられたということで、まあ、やはり年齢とともに記憶力って多少やっぱり落ちてくると思うんですけど、はい、ただその例えばたくさん覚えなきゃいけないといっても、実はその問題になってるところは、そのどう言えばいいんでしょうかね、上積みのところだけだと思うんですね。その上積みのところだけが問題になってて、その基本になってる部分は、まあ、もちろん知ってて知ったことないんですけど、知ってても知らなくても実はそんなに体制に影響はないっていうこともあるの でただその忘れてしまうっていうことに関して言うと、そのちゃんと理解していれば必ず思い出せるので、やっぱりそのこう研究するなり練習するなりして、その理解度とか習熟度を高めておくことが、忘れた後こうバックアップするためには大事なことなのかなっていうふうには思ってますが。対局は2日目に入っていた。優勢に立っていたのは渡辺だった。75手目、渡辺9一角成。羽生はこの局面で価値の高い香車を取られた。この将棋は、いや、ずっとかなり苦しかったと思います。特に香車取られたぐらいの局面からは、相当そうですね、辛い展開だったと思ってます。はい。この後盤上から羽生の駒が次々に消えていった。79手目終わった時点で盤上には歩が3枚しかない。一方の渡辺は盤上にも駒台にも有り余るほど歩がある。その差は歴然としている。こちらとしては勝つともう3連勝なんで、まあ、ただそのでも終盤はもうはっきり勝ちだとずっと思ってやってたので、その1時間か2時間ぐらいですかね、その例えば4時から6時ぐらいの2時間ぐらいというのはまあずっと勝ちだと思ってやってるので、そういうことってあんまりないですよね。渡辺は3連勝を確信した。先手の渡辺が93手目を差し終えたところで、羽生は7時間27分を消化していた。残りは33分。時間的にも余裕はない。しかし次の一手に羽生は33分のうちの21分を費やした。94手目、羽生の導き出した答えは7五金。7六の金を引いて歩を補充する一手だった。まあまあ途中からはもうはっきり苦しいと思っていたので、もう差がついて終わるっていう、まあ、まあ方も そういう形で終わってもおかしくないような将棋で、最後のケースも懸念したと。そうですね、はいはい、でまあ7五金取ってもまだそれで良くなったという実感は全くなかったんで、はい、まあ、とりあえずその一番、まあ、可能性のある手というか、まあ、粘りのある手っていうような、まあ、つもりで、はい、まあ、指しました。はいはい、
なんだそれみたいな感じですよねそう本当にいやもちろん読みにないもちろん全く考えてないですよね、うん、その あの局面で歩を取るっての価値が分かってなくて、うん、刺されても分かんなかったんですよ、うん、刺されて何分かしてようやく分かったんですよね、うん、いやだから、うん、7五金は結構びっくりしましたよね。歩を一つ取ったことで羽生の攻守にわたる指し手が広がった。一方の渡辺は自分の狙いが封じられることに気がついた。一枚の歩が羽生の命をつないだ。40歳の羽生の読みの広さが26歳の渡辺の読みの深さを上回った。4567この一手で渡辺の消費時間が7時間59分となった。残りはあと1分。渡辺は焦っていた。羽生の124手目。6一香。この一打によって馬の価値は半減され、敵の玉を直撃した。勝負はこれで決まった。30秒、残り3分です。渡辺が水を飲む。そして何度も首をかしげる。どこがいけなかったのか。30秒。負けました。午後7時27分、渡辺投了。渡辺に久しぶりに勝った。終始守りに回る苦しい一番だった。まあでもあんまりそうですね、あの内容が伴ってないので、まあ今日の将棋はちょっとイマイチでしたね。はい、前夜祭の時に羽生さんが記憶に残るような戦いをしたいというのを確かおっしゃっていたと思うんですけれども、第三局に関して、いやちょっと反省点の多い一局でした。はい、はい、どうもありがとうございました。プロ棋士が数多くいることで知られるこの町で、二人は熱烈な歓迎を受ける。先生待ってもらってね。子供たちから記念撮影をせがまれる。一人ずつでいいですか。渡辺は6歳の男の子を持つ父親である。
休みの日、将棋を指しながら我が子の成長を見る。なんか逃げられてんな。渡辺の楽しみの一つである。渡辺が将棋を始めたのは息子と同じ6歳の時だった。負けました。お父さんは将棋上手ですか？うん、プロだからまあ上手かな。もういいよ、はい、いいですか？もうこれ以上言うと変なこと言いますか？1994年小学生将棋名人戦。葛飾区立法規塚小学校4年渡辺明です。七尾くん残り5分です。高速量の寄せっていうところに見られましたのでね。進行出せることだったんですけど、はい、まで102手で渡辺くんの勝ちです。ありがとうございます。小学4年生の渡辺は年上の小学生を相手に見事全国一となる。超嬉しい。渡辺は羽生と同じ小学生名人になった。その頃渡辺は初めて羽生と出会う。都内のデパートで行われた将棋大会、羽生はゲストとして招かれた。この時羽生は竜王位を獲得していた。9歳の少年に若き竜王の姿はあまりにもまぶしかった。羽生さんのように強くなりたい。僕が将棋を始めたのは6歳ぐらいだったので、その頃羽生名人が20歳でちょうどタイトル戦に出始めた頃でね、あっという間にもう3冠4冠で、まあすぐ7冠に、ね、なられましたけど、子供の頃はみんなその羽生さんにね憧れて将棋を始めたっていうような世代ですからね。やっぱりその7冠王っていうのはやっぱり僕まだ小学生だったですけどね、まあ、非常に衝撃的な出来事でしただったですよね、はい、渡辺は14歳年上の羽生の背中をずっと追いながら将棋を続けてきた。プロの養成機関である奨励会に10歳の時入門する。中学3年の時四段に昇段、羽生善治以来の中学生プロとなった。あのタイトルの一つや二つ取ろうとか思いません？あ、取れたらいいなと思ってます。渡辺がプロに入って4年後竜王戦の挑戦権を得る。渡辺六段の先手で開始してください。お願いします。相手は羽生世代の森内俊之。羽辺は4勝3敗で森内を破る。羽生が19歳で手にした竜王位を1年遅れの20歳で獲得した。以来竜王の称号を一度も手放すことなく連覇を続けている。やはり現代エリートの典型かもしれないですね。渡辺さんはある意味あの羽生世代に抑えつけられてきた若手の中の彼は代表者なんですね、代弁者なんですね。だから若手の人はやっぱりあの渡辺さんがすごく、まあ、ある意味タイトル戦ではずっと孤軍奮闘してましたから、そういう意味であの非常に頼もしく思ってるに違いありませんし、渡辺はプロの世界に入った時から
ずっとパソコンを使って研究を続けている。パソコンには全ての対局者のデータがストックされている。自分が指していない、まあ、別の対局者の棋譜ですよね。そうです、はい、この棋譜は、具体的にはどういうふうな活用のされ方っていうか、まあやっぱり最近の将棋っていうのはまあ流行形なんで、まあ、それを見てその中でまあなんか新しい手が定石っていう中で新しい手があったら、うん、まあそれ考えるっていうかそういう感じですかね。まあ、考える価値があるなと思った手を考えるっていうか、でまあそれを探してるっていうかですかね。盤上を目にも止まらぬ速さで駒が動く。渡辺はその指し手を瞬時に判断する。この誰対誰の試合でそのこの手が出たっていう手に対して考えるっていうことですよね。その手がこの新しい手が出たけども、まあ、これは本当にいい手なのかとかそういうことは考えますよね。コンピューターがもたらす最新の情報、それをもとに渡辺は独自の指し方の研究を続けてきた。明日の対局を前に緊張した面持ちの渡辺。この中にパソコンみたいなものも入ってて、いやパソコンは持ってきてないですよ。ないですか？いやパソコン持ってきたら反則です。反則なんですか？反則に近いでしょうね。あ、やっぱりその、今までの、まあ、寄付データを見るとか、そういうことはやっぱしないって、しないっていうか、まあそれやっちゃったらだって。反則ではない、そういうルールはないですけど、まあ反則に近いですよね。相手はハブ。過去のデータだけでは通用しない。一方のハブは渡辺の新たな一面を発見していた。谷川さんと似てると思いました。あ、谷川先生とですか。そうですね。あの指し手を選ぶ時の、あのなんて言うんでしょうかね、こう指し手の切り取り方みたいなところは、あの結構共通しているところが あるのかなっていうようなことは思いました。あ、特にその 中盤戦以降ですね、中盤戦終盤戦のところは、あの結構そうですね、そこは似ているんじゃないかなっていう印象を受けました。羽生は渡辺に長年のライバルだった谷川の強さを感じ取っていた。地元のファン20人が見守る中で第4局の初手が指された。駒音だけが響く静寂の舞台に戻る。両者歩の上に銀を繰り出している。角換わり腰掛け銀という、この戦法にはいわゆる中盤は存在しない。一気に終盤を迎えるのが特徴である。この対局の直前の王将リーグで二人はこの角換わり腰掛け銀で戦った。その勝負は渡辺に軍配が上がった。